ますね。音聞こえますラジオの音は聞こえてます。聞こえてないです。ちょっと音がちっちゃい感じが。今です。あ、ちょっとちっちゃくなりました。あ、OK、ありがとうございます。今日も京都でめっちゃホリデー。ハッピーラッキーハイサイハイタイめっちゃホリデー。さあ始まりました、今週もめっちゃホリデーナイト。今日は第3木曜日担当のツーネーがお送りいたします。キャンさん、ゴールデンウィークどっか行ってきた？ゴールデンウィークですね。まあ、お仕事ばっかりだったんですけど一緒やね。はい、まあ、でも今年のゴールデンウィークまではやっぱりゆっくりちょっと過ごせたなと思いまして、うん、はいはいはい。いつもだったらお昼にプロレスやって、うんうんうん、こっち出勤して、うん、深夜帰って、うん、3時間寝て、またプロレス行ってプロレス三昧っていうのが今までゴールデンウィークだったんですよ。はい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 。いろいろな会場があるので、うんうんうん。いやー、今年まではちょっと楽できましたね。これぐらいが普通です。そうなんや。来年からもしあの忙しさ帰ってきたら、今年齢的にもちょっとまだついていけるのかなって。あのさ、年齢がさ、年取ってきたら体力ついていかなくなりませんって言うじゃないですか。だから今頑張って一生懸命運動してます。一気に来るよ、一気に。これ怖いほどだけど、はい、もう自分もう40なってるんだけど、はい、40過ぎたら一気に体力がガクッと落ちますよ。めって聞きますよね。僕もだからもう40見えてきたので。うん、先週35になりまして。まだ 32?35、 5、はい、ああまだ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 。あと6年は夜更かしできる。あ、一応夜更かしは得意です。得意なの？はい、じゃあオールとかもできます？あ、もうお酒飲んだらいけますね。マジか。僕お酒飲んだら目が覚めるだけなので。ああ、イケイケどんどんやね。はい、若いな。イケイケって気はするんですけどついてくる人がいないですね、もうこの年になると。だってもう自分のさ、幼馴染の友達同じ40なんだけど、はい、最近物忘れが激しいって言ってメガネどこ置いたかわからないって言うんですよ。あ、でもわかります。朝起きたらないんやって。いつもは今まで朝起きたらもう枕元とか近くにメガネ置いてるの分かってたのに、はい、ここ最近メガネの置く場所がわからなくなって、で自分に連絡来るんですよ。もう最近メガネの置く場所が覚えきれないって言って、もうじゃあもうどこに置いてるかわからないんだったらとりあえず家中全部探せって言ったんですよ。冷蔵庫の中、炊飯器の中、電子レンジの中も全部探したら絶対出てくるからって一応言ったんですけど、そしたらこの友達はこれ言っていいのかな、アダルトビデオのところにメガネが置かれてたって言うんですよ。凝視してたんですか。多分一生懸命見てたんちゃうか。どれを見ようかなって選んでるところで、あ、やっぱ見にくいなって外して近くに持ってきて、でそのまま忘れて、そう疲れて寝てたって感じで。見る前にも寝落ちしてるんです。男性は疲れてる時こそ元気になります。もうそんな感じで、もう年取るのは本当にもう怖いから。いや、まだお若い証拠じゃないですか。いやそういう FB 見てるって。もううちらも年ですよ。もう最近ガタガタになってるのが実感するので。まだ早いですよ。そうですかね。僕大学の時は運動系の、専攻をしてたので、ほうほうほう、そこの教授が言ってたんですけど、うん、90歳超えても筋トレは効果あるって言ってました。
90歳超えても効果があるそうです。だから筋肉だけはずっと成長し続けるから、ちゃんと筋トレすれば体力は戻るよっていうのは、あ、そうなんですね、しっかり教えられましたね。へー、生きてるんですね、じゃあずっと。そうです、筋肉って、あの筋肉はしかも増えるので、うーん、あの老化ってよく言うじゃないですか、うんうんうん、老化ってなんかどんどん細胞なくなってどんどんみたいなイメージありますよね、はい、うんうん、筋肉だけ違うんですよ、どんどん増えるんですよ、トレーニングさえすればすごいっすね、はい、なので運動が一番大事だよって教えてもらいました。なるほど、それは確かに大事かもしれないですね。いや、ちょっといいこと聞いたわ一緒に運動しましょう。あ、でも自分あれですよ、今は雨の日 は歩かないんですけど、晴れてる日は1時間ぐらいはウォーキングはするようにしてるんです。今いいですね、ちょっとずつペース上げていくとか。でもちょっと息がハーハーしますねもう年やから、はい、まあ、早速ですね、まあ、話はこの辺に終わりにして、本日のゲストさんを紹介したいと思うんですが、キャンさん、ちょっとイヤホンが おかしい。ちょっともう一つの方を使ってもらいましょうかね。なんかあんまり綺麗に声が聞こえない。こっちの方が多分いいと思います。大丈夫ですか？ありがとうございます。あ、これがええわでは早速、本日のゲストさんを紹介したいと思います。本日のゲストさんはですね、沖縄県内で、英会話講師をされている宮城理香さんをお招きしたいと思います。宮城さん、お願いします。こんにちは、沖縄県の方で英会話講師をしています宮城理香と言います。今日はよろしくお願いします。お願いします。今日のゲストさんはですね、キャンさん、はい、自分今月からこの宮城さんから英語をちょっと習ってるんですよ。まだ今日のレッスン入れて3回目でしたっけ、2回目でしたっけ。2回目、ね、体験レッスンが体験レッスンと本レッスンを2回入れて、まだ3回受けてしかないんですけど、はい、なんで英語習おうと思ったか分かります？ハリウッド進出ですか？あのさ、さすがですね。そこもさ、ちょっとボケてほしかったわ。だってほら、前回自分の友達が英語でアメリカの女をナンパするっていう話したの覚えてる？覚えてますね、はい、だからこの友達のレベルをさらに上を超えた英語を身につけて、はい、まあ確かにハリウッドの俳優のお芝居を目的で英語を習ったっていうのもあるんやけどあと一つの理由が、はい、この友達より英語を上達してアメリカの女の子をナンパしたいっていう気持ちがあるんですよ。あのですね、一番大事だと思いますよ。大事？大事だと思います。いいですか、宮城さん。いいですよ。ナンパしていいですか？ナンパ英語にじゃあ変えましょうか、レッスンを。あ、それやったら、あ、どうしようかな。ガチで悩むわ。僕も大学行くときに一生懸命、留学生が来るって聞いてたんで、はいはいはい、めっちゃ勉強して、あ、デートの誘い文句だけ覚えたんですけど。え、マジ？はい。え、誘ったん？いえ、誘ってないんかい？留学生ほとんどアジア圏だったんですよ。あー、フィリピンとか、あの辺？中国とか、韓国？とか。へぇ。なので、全く英語通用しない。え、アジアの人って英語喋れるんちゃうの？喋れる方も多いんですけど、うん、でもだから、英語でお誘いするっていうの、違うな、なって。ははははは。はい、あ、そうなんや、はい、そういうことあったの？ちなみに Shall I ask you out? っていう言葉でお誘いするといいよって聞いたんですけどちょっと待ってください、宮城さん、今これ通訳してもらってよろしいですか？ Shall I ask you out? あ、一緒にデート出かけませんか？そうです、みたいな。そうです、お出かけしませんか、うん、デートの誘い文句で、うん、なんかちょっとすごいおしゃれな言い方っていう、うん、の勉強しましたえ、これは何で
あの家庭教師トライで勉強したの。いや、辞書とか。辞書？はい。辞書でそんなん調べられるん？え、結構ありましたよ、その当時。マジ？学生、高校生の頃なんですけど。あと結構あの流行ってたので、スマップの、はいはいはい、香取慎吾さんの、うん、一言で通じる英語みたいなのなんかほう流行ってたので、そういうのも一生懸命読んでました。え、そういうの、え、テレビでやってた？テレビでもやってましたし、本も出てました。マジ？はい。え、それ効果あるの？その当時は割とだから、日常会話まではいかないんですけど、うんうん、その手前のコミュニケーション取れるところまで行けました。マジですか？今でも僕酔っ払うと、バーで、うん、まあ米兵さん隣に来た時とかに、はいはい、友達になったりとかします。友達なれるん？なれましたね。なんなら、日本の方がいないところに行ってみて、僕沖縄市なんで、はいはいはい、沖縄市そういうとこいっぱいあるじゃないですか。酔っ払った勢いでそのまま突入して、うん、ウェーってやってそこの、ベイヒスナーたちに気に入られて、ここ可愛い女の子いっぱい来るからみんなおいでよみたいな感じですごい誘われたんですけど、それ以来行ってないですね。え、でも出会い、仲良くなれたんでしょ？仲良くなれましたよ。え、いっぱい女の子と仲良くなれたんですか？でも僕仲良くなるのがいつも男の子なんですよ。あー、なんかわかるそれ。残念ながら男乗りでイエーってはできるんですけど、はい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 、女の子と仲良くなるってなかなかなくて。でもいたんですよね、女の子。いや、その場所にはいなかったです。あ、もう全部男のお客さん。はいはい。で、ここ女の子がいっぱい来るからさ、また来てよみたいな感じで。あー、にはなったことありますね。なるほどね、はい、なので一応モチベーションとしてやっぱり、まあ、素敵な出会いがあったらいいなとか、うんうん、もしそこで彼女さんができて、コミュニケーション取るとかだったら、うんうん、本当にモチベーション上がると思うので。じゃあ俺一生懸命勉強しよう。はい、もう大事なことだと思います。もう三宅さん、本当にあれでしょ、自分がアメリカの女の子ナンパできるようにちょっとレッスンお願いしますよ。はい、ちょっとぜひぜひ。俳優業のこと諦めようかな。ちなみにですけど、仕草だったら僕もレクチャーできますので。おお、なんか会話にプラスですね。はい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 。海外の女性って結構目で愛さえ送ってくるんで。え、どういうこと？こうパッて3つ目返してきたりとかするんで、そういう時にちゃんとウィンクとか仕上げるとで、にっこりやってくれたりとかするんで。マジ？はい。もう三宅さんニタニタ笑ってますよ。すんませんね、今日こういう会話になって、こう会話になる予定やなかったんやけど。もちろんこのさっき言ったその俳優業に行かせる理由と、あと一つ本当にアメリカ人の女の子をナンパしたいっていう目的があって、はい、今英語勉強を教えてもらってるんで。順番変わりましたね。ちょっと優先順位変えよう。変えちゃったみたいですね。っていうか、もう今日は、まあ、その話は今、あとは今は置いといて、このリカさんの、はい、宮城リカさんの話を聞こうかなと思う。すいません、もう脱線しまくって、もう尺がもう12分過ぎてますから。失礼いたしました。本当、皆さん、リスナーの皆さん、ほんまごめんなさい。今から宮城さんのことをちょっと根掘り葉掘り聞きたいと思いますので、もうご了承ください。で、リカさんはこの英会話講師の前は以前別の仕事はしてたんですよね。そうです、はい、普通の OL さんをやってました。 OL をやってたのに英会話講師を目指してたんですか？目指してたという英語の先生を目指してたわけではなくて、はいはい、普通に OL をやってた時に、うん、何かちょっと生活に張りが欲しいなっていうことで、はあはあ、うん、あ、じゃあ英語好きだったからちょっとお勉強し直してみようかなっていう風な感じで、軽い気持ちで始めたら沼にはまってしまって、英語沼に、はあはあ、はい、え、これはもう本当にそのきっかけでやろうかな、うんうん、ただ単純な理由。そうです、英語話せたらかっこいいなくらいの。なんか例えばその英語を使った、うん、ビジネスがしたいとか、アメリカに拠点を置きたいとか、そういう目的があっての英語を身につけたとかじゃなくてですね。ではなかったです。始めた時はもう単純に英語話せたらかっこいいだろうなっていう。
話せたらいいなっていう憧れで始めたんですけれども、ほうほうほう、やってるうちにすごく楽しくなって、うん、で、私もすごいもう超初心者だったんですよ。喋れなかったんですか？喋れない喋れない。もう高校卒業してからは、全然英語に、なんていうの関わってなかったので。ほうほう、うんうん、どこで身につけたんですか？私は沖縄です。沖縄？そうですそうです。の、語学スクールみたいな英会話学校みたいなところに通って、週に3回とか4回とか行ってました。もうなんか住んでるのって、そう3回も4回も行くって。そうです、住んでるのって言われてました、先生たちには。外国の方が先生で、はいはいはい、来るんですけれども、はいはい、僕よりいるよって、君はここに、って言われて、もう住んでるんじゃないかっていうくらい通って、もう通いまくったって。すっごい楽しかったんです、英語。でもこのスラスラ喋れるようになったっていうのは、はい、通い始めてどれぐらいで喋れるようになったんですか？そうですね、2年ぐらいかな。あ、やっぱそんなかかります？やっぱりお仕事しながらだったので。はいはいはい、はい、で、2年ぐらいした時に、あれ、なんか英語話せるみたいな感じになって、で、あ、私なんかある程度意思疎通はできるようになったんだっていう実感があったのが、だいたい2年過ぎぐらいな感じの。これ喋れるのと聞き取れるのってどっちが早く身につくんですか？私の場合は聞く方は割と早かったです。あ、人によると思うんですけれども、でも今わりかし英語を聞く環境がありますよね、はいはいはい、テレビでとか、うんうん、YouTube とかもあるので、うん、割と聞く方は日本人の人は得意なのかもしれないですね。喋、るより、喋るのは少し皆さんちょっと恥ずかしいとか、単語が出てこないじゃないですか、なんかこのなんていうかな、聞いてる分にはなんとなく、ね、あ、こういうふうに言ってんやろうなって思うんですけど、でもその質問とかに対して、やっぱりね、キャンさんにうちら日本人やから片言しか言えないやん。だからこのスムーズに言えるのってやっぱ相当時間かかりますよね、日本人って。まあそうなんですけど、ここでちょっと一つ思ってほしいことがあるんですけど。ほうほうほう。アメリカの方って、うん、俺日本語喋れるよ、スーシーとかしか言えないじゃん。もう日本語じゃねえぞそれって。確かに寿司言えてるだけじゃん。確かに。もう寿司なんて今世界共通語みたいな感じじゃないですか。はいに比べたら日本人って喋れるんですよ。そうか、だからもっと自信持って喋った方がいいと思います。そう言われたらそうやね、はい、ああ確かにそうやわ、そうなんですよ、確かに言われたらそう、よく気づきましたね。いや、本当にこいつら変わってんなと思ってました。食べ物しか言わへんもんね、はい、天ぷらとか、本当そうです。言われてみればそうや。でめっちゃ喋るし、めっちゃ喋れるんですけど、だからそういうのすごい尊敬しますね。うんうんうん、日本語って相当難しいはずなのに、そうすごい流暢に喋ったりする方もいらっしゃるので、そうなんかうちらより難しい日本語知ってる時ってあるじゃないですか、外国の方で。そうです、だからそれは本当に、ああ偉いなっていうか、教わることもいっぱいありますもんね、そうだからうちらも負けられないなっていうのはたまに思いますね。もうカープボーイさんがさっきからコメントバチバチ送ってきてますね。ちょっと読んでもらっていいですか？はい、野葉さん、キャンさん、ゲストさん、皆さんこんばんは。こんばんは。今の時間帯なんかちょっと肌寒くなってきた。ちょっと寒くなってきたんですかね、外。ちょっと肌寒く、ちょっと今日ムシッとしてるかなと思ったんですけど、でも確かに窓開けるぐらいで気持ちよかったですね。ちょっと寒い感じはしましたね。はい、物忘れ6歳のせいじゃない、あ、年のせいじゃないんじゃないかな、その人おちょこちょいぶりを発揮してるだけじゃない。僕の47前だけど、忘れないよあんまりそういうのはっていう。そうなん。
いや、おっちょこちょいじゃないわ、あの友達。本当に素でボケてんねん。あれはおちょこちょいじゃない。もしくは疲れが出てるのかもしれない。あー、確かにストレスとか疲れはいつもあるとは言ってた、確かに、うんうんうん。そして、この方からお久しぶりにコメント来てますね。ヤンバルクイナさん、ツーデーさん、キャン君、こんにちは、やっと来れました。おお、お久しぶりです。ありがとうございます。ありがとうございます。で、カープボーイさん、インバウンドはボケでしょう。ほんと狙ってるハリウッド。じゃあ本当、本当にそうなんやって。本当にそうなんだって。ボケじゃない。本当だって。カーボーイさん、ナナミさんナンパ大丈夫なのだって。ね、あれだろうね。あれだろうねってなんなん、な、何なんだろうですかね。めっちゃカーボーイさん送ってくるわ、はい。それでも草薙剛は韓国語喋れるようになったけど、香取慎吾は英語喋れるようにならなかったよね。あ、そうかそうか。ペラペラまではいかなかったですね、確かに。でもか、草薙さんは韓国語すごいと思う、本当に。もう本当に現地の人とすもうた、もう本当におしゃべりできるところじゃないじゃないですか、うんうん、笑わせられるぐらいの会話力あるので、うんうんうん、あれはすごいですよね。え、草薙さんはあれ独学で学んだんでしたっけ。みたいですよ。すげえ、すごいな。カポイさん、日本人は逆にネイティブじゃないとダメみたいに思いすぎてるところがあるんだよね。日本で日本語喋ってる外国人なんて、全然ネイティブじゃないけど受け入れられるぐらい日本語上手に喋るからね。確かにおっしゃる通り。叩きはあまりすぎなんですよね、うん。で、日本人ってなんか英語喋るとバカにする人いるじゃないですか。あれが一番良くないと思います。なんかお前格好つけてるのかみたいな。はい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 、たまにいますね。確かに。そういうのを気にしないっていうのが一番大事かなと思うので。うーん、僕それ気にして英語苦手になっちゃったんで。ああ、え、英語喋ったらダメなんですかね。別にいいと思いますよ。僕は3歳から5歳まで実はクリスチャンスクール通ってたんで、お、小学生の間結構英語とか別に気にしないで使ったりとかしてたんですけど、だから周りにからかわれるから言わなくなったんですよ。え、からかわれたんすか、はい、英語を喋ったら。もうからかわれられる、もう本当にお前何やってるんだ、何言ってるんだみたいな感じでからかわれられるので、あ、それがちょっと言いづらくなって、で、中学校の時また勉強再開した時に、最初はだから成績、ついてきたんですけど、うん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 、また今度はなんか単語重視の勉強とかになった時に、はい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 、めちゃくちゃ課題多い先生に当たって、うんうんうん、そこでちょっと苦手意識ついちゃって、うんうん、もう英語もダメになりましたね。そういうのがあるのか。だから紆余曲折と言いますか。うん、だからでも大人になってやっぱり今までの経験すごい生きたなって思うのは、やっぱり楽しくお酒の場で会話できるっていうところまで来れたのと、うんうん、あと各国の言語の違いをちゃんと耳で聞き取れるようになったので、うんうんうん、どこの向こうの席の方はドイツ人の方だなとか。あ、分かんねや。はい、向こうの方はちょっとあれだな、北欧の方かなとか、うんうんうん、結構いろいろ言語の違いがあるので、うんうん、結構耳で聞き取って当てることができたりとかします。へえ。だからその人に合わせた話とかもできるので。すげえ、楽しいですよ。マジか、俺めっちゃ勉強しようじゃん。ちょっとこの辺で一回 CM 入れてもいいですかね。結構時間過ぎてるので、はい、すいませんけど一回 CM 入れます。すいませんね、結構いろいろ雑誌しまして。すいません、めっちゃ喋りすぎてます。すごい。 CM 開けたら日本までで海外の方と一番飲んで楽しかったのは、韓国の女の子と、韓国の女の子3人と、こっちも男3人で飲んだんですけど、たまたま別の居酒屋からバーに流れてきたときに、同じところから来たら一緒になっちゃえって言われて、一緒になったんですよ。別で入ったんですけど。あ、同じ居酒屋だったんですか。はい、から流れてきて、で、そしたらそこの韓国の女の子2人はもう韓国語しか喋れない女の子で、そこの1人は英語は喋れる女の子で、僕たちは割とこう片言の英語でその女の子として会話するみたいな感じで、でもめっちゃ楽しかったんですよ。
全然なんか臆せずというか、なんかからかわれるわけでもなく、普通に会話ができてたのですごい楽しかったですね。ただすごいやっぱり感覚違うなって思ったのは、その英語喋る女の子はあの軍で働いているあのオペ看護師なんですけど、あの手術室とかに入る看護師で、私の仕事これって手術中の写真とか見せてくるので、あ、これ日本人がしないことだなとは思いましたけど、だから文化の違いとかもそこでちょっと確かにあるやろね、面白いなって思いました。ではあと20秒で CM 開きます。いやー、5秒前、はい、3、2。さあ引き続き英会話講師の宮城さんのお話を深掘りしたいと思います。リカさんはあれですよね、アメリカかどちらかに留学かなんかもされてたんでしたっけ。そうなんですけど、沖縄である程度喋れるようにまでなったので、あ、喋れるようになってから海外に行ったんですか。そうです、そうです、アメリカに3ヶ月遊びに行きました。え、これはあれですか、仕事休暇もらってから行ったんですか。仕事辞めました。あ、辞めてから行ったんですか。辞めて行きました。へー、だったんですよ。3ヶ月ぐらいホームステイをしながらあちこち。ホームステイってあれですか、大人の人も受け入れられるんですか。はいはいはい、学生だけじゃなくて。大丈夫です。あの結構慣れていて、あちらの方って人を止めることも慣れてるし、そうやって、いろんな国からこう英語を学びに来るっていうシチュエーションがあるので、お家によっては常に留学っていうのかな、ステイしてる人がいるっていう。へー、うん、私がお邪魔したところも割とずっとあのその日本の留学生を受け入れてるっていうお家だったので、あ、じゃあもう慣れてたんですか。そうです、その家庭慣れてて、あの週に1回ぐらいカレーが出てきたりとか、ご飯にカレーライスを作ってくれて、ご飯も炊いてくれて。やっぱあれですか、朝ごはんコーンフレークですか。そうです、そうです、コーンフレークとかあのトーストとかっていう感じで、シリアルとか。そうですね、コーンフレークで。朝ごはんでコーンフレーク腹いっぱいになりますねえ、なんかちょっとご飯食べたいって思うんですけど。あれですよね、ポテトチップも出るんですよね、うん、なんかご飯の代わりに。うちはちゃんとご飯作ってくれてました。めっちゃ恵まれてますね。恵まれてました。ご飯すごい美味しくて、そのホストマザーのすごいお料理上手なところにお邪魔して。お昼ご飯はあれですか、ピーナッツバターのパンですか。やっぱりお昼は自分でなんか出かけたりとかして、あ、その出先で買って食べるってことですか。お家であの今のピーナッツバターのサンドイッチを作って、うん、お弁当持って行ったりとかして。やっぱりあれピーナッツバターのパンってお昼ご飯に持っていくんですか、うんうんうん、持ってきました。それとバナナと一緒に、それ公園で食べたりしました。それがお昼ご飯。お昼ご飯それおやつですよ、うちらからしたら。それお昼ご飯でした。やっぱそういう文化があるんですね、うん、で夜は夜でまたあれですか。夜はあのちゃんとディナーっていうのかな、あの日本みたいにちょっとちゃんとしたご飯が出てきて。でもご飯と味噌汁は出ないですよね。あ、味噌汁はさすがに出なかったですね。あれですか、ブーヤベースですかブーヤベースってなんでやねん。結構でもちゃんとしたご飯が出てきましたよ。チキンを焼いたりとか、はははお魚だったりとか。でも3ヶ月もその海外にいたってことは、うんうんうん、食生活なんか飽きません。 あっちのなんか味が濃いというか。それがあの結構チャイニーズのお店があって、中華料理は割とあちこちで食べられたんですよ。ほう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 。で先のなんかあのフードコートみたいなところで、うんうん、チャイニーズの屋台が出ているとか、うん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 、そんな感じで。だからちょっとお醤油が恋しくなったら中華料理チャイニーズを食べに行ったりしました。じゃあもうあれです、そのホームステイ期間中は、はい、もう日本語はなるべく言わないようにするってことですか。言わないというか、日本語は通じなかったのでもちろん。あ、はい、まあ、こんにちはとかね、おはようございますぐらいはそのホスト
ファミリーさんは使えるけれども、うんはいはいはい、日本語はもう通じないので。でも、うん、あれですか、普通に会話分かったんですか、やり取りできた。最初は通じなかったんですよ。あ、最初分からなかったんですか。分からなくて通じなかったんですよ、こっちが言ってると思う。これはあれですか、うん、発音関係で通じないってことですか。あのアクセントとかイントネーションとかがやっぱり日本でお勉強するのと、うん、実際に話してるのとで少し違うかったようで、あ、向こうに行って少しそういうところはお勉強し直しました。はあ、うん、やっぱ通じない時あるんですね、うんうん、へえ。でも日本でお勉強してなかったら結局そこまでを現地でやらないといけないので、うんうん、すごい時間の無駄だっただろうなって。日本に住んでて、うん、ある程度のところまでできるようになっていったから、うんうん、最短でこう近く距離が近くなったっていうような感じはありました。うーん、うん、でもあれですよ、うん、このお笑い芸人のピース綾部さん、うん、アメリカに行ってるんですけど、はいはい、未だに英語喋れないって言ってますよ。どう思います、キャンさん、これ。あの日本人が多いんですよ、ニューヨークとか。この綾部さんがいるところ、うん、はい、え、でも日本人が いたにせよ本場アメリカやから、しかも彼が渡米しても3年ぐらいになりません？もっとなると思うんですけど。ですよね。でもよく聞く話ですよ、あのオーストラリアとか、うん、あの日本人が多い地域が、うん、あるので、そこに行っちゃって結局日本人としか話さないから身につかないっていうのは割と留学あるあるらしいです、うん、あ、そうなんや、うん、そうですね。カナダとかもよく聞きますよね、うん、あ、多いですよね、日本人、はい、そうなんだ、うん、でもピース綾部さんって何しに行ったんでしたっけ。向こうでコメディアンになるっつって、マッチさんがめっちゃ売れちゃったんで、はあ、はい、今か何かで売れて、そうですそうですそうです、はいはい、先生と引き合いに出されるはい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 、あ、それがきっかけで渡米したんや。だから釣り合わないって言ってもっと俺もびっくりになるって言ったんですけど。え、別にさっきほらキャンさんが言ったようにハリウッドスターを目指して行ったとかじゃないんだ。だコメディアン、コメディアンを目指して、コメディアンで、はい、スタンドコメディとかあの辺を目指そうとしてるみたいな。ああ、そうなんだ、はい、ああ初めて知ったわ、うん、でも今誰喋れないっていうから行っても行かなくてもよかったんじゃねって思うんだけど。そういう意味ではうちにもおばがハワイに留学したことあるんですけど、彼女は結構ペラペラになって帰ってきてるんですごいなとは思いますね。おばさんはどれぐらい行ったんですか。大学、日本の大学卒業した後に4年間向こうの大学行ってたので、まあ、こちらでは短大卒業して向こうで4年間、うん、あ、やっぱハワイ行く時は僕4歳とかだったんで、はいはいはい、めっちゃなんかこの学校で教育実習もしてるおばさんが、うんうん、めっちゃもう質素な感じで向こうに行ったのに、うん、家に帰ってきた時、未だに忘れられないです。家に帰ったのは小学校2年生の時だったんですけど、うんうん、僕学校から帰ってきたら、うん、畳まで洋服畳んでて、うん、はい、風間さんお帰りなさいって言ったおばさんがめっちゃか、うん、もう真っ黒でもうへそ出してほう、イケイケやん。もう短パンみたいなのつけてて、うん、もうイケイケだったんですよ、本当に。やっぱ変わるんですね、めっちゃ変わってましたね。すげえ。誰って思いましたすげえ。ちょっとあれですか、ギャルっぽくなってたんですか。もうかなり当時だから僕が小学校2年生とかなんで10歳、あ、まあ10歳いかないですね、8歳とかなんで、うんうん、今からとか28年とか前ですよ。28、はあ、7年前でへそ出しとかだったんで、やべえ。当時だからへそ出してるのは安室奈美恵かうちのおばさんかぐらいマジかイケイケやん。もうすごかったです。え、じゃあ今も喋れるんですか。ああ、本当にペラペラで。へえ。いとこはだから2つ国籍持ってるんで今アメリカの方に行ってます。はい、すげえ。高校から慣れとかないとって言ってもう留学しました。かっこええな。やっぱ英語大事なんすね。大事ですもうちょっと早く勉強してナンパやっとけばよかったな。なんで40のおっさんが英語勉強して今からナンパしようと思ってんの。まだ遅くないですよ
まだチャンスあります。大丈夫かな。大丈夫です。もうちょっと不安になってきたけど。人生いつからでもチャンスありますから。まあそやね、もう目指せ石田純一さん。はい。いやすごいな。でも、もうね、リカさんも3ヶ月4ヶ月ぐらいあそこにいたんですよね、はい、留学で。3ヶ月いました。やっぱずっと延長したいって思わなかったんですか、ホームステイ。したかったんですけれども、ビザがいらないっていうのが3ヶ月が限度で、それ以上いるとなるとどこかに所属しないといけないんですよ。学校に行ったりとか会社に勤めてるとか、そうです、勤めたりとかが必要だったので、そのビザがいらないギリギリの3ヶ月。ビザがいらない期間って3ヶ月なんですか。アメリカは3ヶ月です。へ、うん、今も多分そうだと思うんですけれども。これは更新ってできないんですか。更新するためには1回帰ってきて、帰ってまた行かなあかんの。そうそうそう。でまた3ヶ月、うん、3ヶ月しか入れないしてしますって、はい、めんどくさいね。そんな行ったり、留学っていう形で入っちゃえばいいんですけど、うん、そうなるとちょっとあの費用がかかったので、私の場合は、はあはあ、うん、だからもう3ヶ月で諦めてっていう、泣く泣く帰ってきました。3ヶ月の場合は費用はただなんですか。費用はって、まあ、自分が生活するだけで OK なので、学校に入ると入学金とか授業料とかいろいろ、ね、はいはいはい、出てくるので。でその3ヶ月終わって、はい、沖縄に戻ってきたんですよね。あ、そうです、はい。でまたどっか行ったんですか、外国。それからは行けなくて、うんうん、未だにちょっと行けなくなってるんですけれども、うんうん、でもチャンスがあれば行きたいと思うんですか。行きたいです。同じアメリカですか。アメリカに行きたくて、はい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 、ちょうどあのニューヨークに私その時行けなくて、うんうんうん、あのいろんなこうスケジュールの都合で、うんうんうん、ニューヨークまだ行ってないので、ニューヨークに今度は行こうと思っています。お、うん、ほうほう、なるほどね、うん、でそれを帰ってきてから英会話講師をやろうと思ったんですか。そうです、ちょうど行く前ぐらいに、あの英語できるんだったら子供英語の教室やってみないっていう風に声かけてもらって、はいはいはい、でそれでまあ会社は辞めることになったんですけれども、はいはいはい、でそこで、まあ、行く前にちょっとその青写真みたいな子供英語をやるっていうのがあったので、それでまあなんていうのかな、夢があったっていう。うん、今は子供さんにはもう教えてはない。今はそうですね、子供には教えてないですね。大人の方が、はい、生徒さんは大人の方だけです。やっぱあれですよね、うん、子供の方が吸収率いいですよね。そうですね、あのやっぱ耳がすごい子供はまだすごいいいので、はいはいはい、発音とかすごい綺麗にリピートしてくれたりとか、はいはいはい、しますね。うん、大人になるとね、ちょっといろいろ考えちゃって、あ、はいはい、恥ずかしいとか、はいはいはい、うん、あったりとかするので、うんうん、あとやっぱり日本語のね口になってるので、うん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 、なかなかこう取れないようなところもあるんですけれども、うんうんうん、今はあれですか、生徒さんってどれぐらいいるんですか。大人のレッスン、大人の方10人ぐらいかな今持ってるのは。これいつから始めたんですか、英会話講師。大人も3年くらい前から始めるっていうか、あの英語喋れるんだったら教えてよみたいな感じでなんか言われて、じゃあちょっとやりたい人いるかなって Facebook でつぶやいたら、思いのほかやりたい方が多くて、はいはいはい、で始めることになったっていう感じなんですけれども、やっぱ多いんですね。多いですね、皆さんやっぱり英語喋りたいっていう。これはあれですか、皆さんいろいろ目的違うとは思うんですけど、やっぱ仕事として学びたいっていうのか、方もいらっしゃいます。旅行で活躍したい。そうですね、旅行であのいつも友達の後くっついていて、はい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 、全然楽しくない、あなんか気使うし、あ、はいはいはい、だからちょっと今度は、うん、今ちょうどコロナで海外旅行できないので、うんうん、今の間にやって、うんうん、で、外出れるようになったら英語もできるようになって、
海外行きたいっていう方もいらっしゃいます。これあれですか、コロナが流行り始めの時に一気にレッスン生増えたんですか？いや、ね、流行り始めの頃に逆に減ったんですよ。皆さん外に出るのが怖いっていうことで。あ、でもステイホームとかでこのオンラインでできるみたいな。オンラインを当時はそんなに、あ、やってなかったんですか？私はやってたんですけれども、受ける側の方がまだ体制が整ってなかったって、なんか分かんない、よく分かんないっていう人が多くて、はい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 、でそこからちょっとこうやってやるんですよとか、うん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 、っていうのをちょっとレクチャーじゃないですけれども、できる、簡単にできますよっていうことを言ってたら、じゃあオンラインでもやってみたいっていう方が今ちょっと増えて。どれぐらいいるんですか、オンラインでやる人？オンラインでやる人はだいたい4割くらいかな。4割、そうですね。で、キャンさん、自分はいつも対面式でやってるんですけど、はい、やっぱオンラインっていう手もあるんやけど、やっぱ面と向かって喋って実際生の発音聞いた方が自分は多分身につくかなと思って対面式でやってるんですけど、だからオンラインやったらたまにフリーズしたりとか途切れたりするのがちょっと、音質とかもだいぶ変わりますからね。そうそうそう、それがちょっと嫌な感じがするから、もうまあね、対面の時はちゃんとマスクはしてやってはいるんですけども、やっぱり、やっぱ対面の方が分かりやすいかなって自分は思うんですけどね。なおかつこれがマスクなしでできるようになったら、もっと口の動きとかもね、そう本来そこがやっぱり大事ですけどね。このなんていうの、ベロの使い方がマスクしてたら見えないから、はい、ちょマスク外してる時代が早く来ないかなって思ってはいるんやけどね。ですね。まあそこはもうちょっと先の話かなと思うんですけどね。でもこれリカさん、あれですよね、アメリカではなんかオレゴン州とワシントン DC、とボストンにも行ったんです。3カ所にお邪魔して。ワシントン DC ってあれですか、大統領のお家に遊びに行ったんですか？お家入れてもらえなかったんですよ。ここのワシントン DC でもホームステイしたんですか？そこでは民宿っていうのかな、お家を貸してくれる、お部屋を貸してくれるところでステイして、観光だったんですね、ワシントン DC は。ほとんど美術館行ったりとか、あちこちこう、それこそホワイトハウス見に行ったりとか、見たんですか？やっぱ見ました、見ました。すごかったです、ワシントン DC って。行ったことある人他にいないと思いますけどね。なんかアメリカ人もあまり行かないみたいな、はい、多分、今までいろんな会ってきた人の中で、リカさんがはずですよ、ワシントン DC に行ったことあるっていう人は。なんかあっち警備とかされないんです？あ、ちょうど私が行った時は 9.11 の後で、すっごい厳しかったです。空港でももう全部荷物も開けられて、ブーツも履いてたのは全部脱がされて、靴の中まで調べられました。靴下も脱げ言われるんですか？靴下は脱がなかったんですけど、さすがにブーツは脱がされました。やっぱ厳しかったんですね。厳しかったです、すごい厳しかったです。やっぱアメリカは厳しいっすね、そういう時があった時とか。街に出たらそうでもないんですけど、美術館に入る時もカバンの中全部見せて、お水とかは持って入れなくて、液体はなんかね危ないからのが入ってたら、液体のものは全部こう捨てさせられてとかってのはありました。捨ててから入るんですか？そうです、そうです。お水はまた買わな、また買って飲んでって、あかんよね。そうです。厳しいですね。でもウォーターって分かるんちゃいます？分かると思うんですけどね。でもね、やっぱその時は規制がいろいろあったんですね。厳しい時に行ったんですね。そうですね。すいません、もうここで一旦また CM 入れてもよろしいでしょうか？すいませんけど一旦 CM 入ります。あと
の他の国の人よりも緩かったとは思うんですけれども、あの税関とかもね、何しにってことで、あの旅行って言えば全然通れたので、よくその時に行こうと思いましたね。たまたまその時期だったっていう感じになっちゃって、あれが終わった直後に行ったんですか？1年後だったかな、2年後だったかなっていう感じで、ちょうど時期も一緒だったんですよ、9月で。だから街はわりかしその時期になるとちょっとピリピリした感じで、9・11前と後ではもうだいぶ全然違いますからね。僕も前だったんですごい、思い出に残ってるんですけど、沖縄サミットあった時に嘉手納基地にエアフォースワン来てたんですよ。おばさんがだから軍港要員だったので、中に入れてもらって、めっちゃ間近まで行って、見れました。未だにあの光景忘れられない。兵隊さんでも一生に一度見れるか見れないかみたいなので、そうなんですね。みんなテンション上がってたみたいです。いいな。ただもう近くまで、空港の近くまで行ったんですけど、やっぱりすごいものすごい警備で、ちゃんと腰に銃も刺さって、もうマシンガン持ってる兵隊さんがこれ以上進めないよって。マジか。じゃあ5秒前で3、2、さあ引き続きリカさんからトークを聞いていきたいと思います。もうあれですか、このまあ海外で留学っていうのかな、遊ぶ、学ぶと書いて留学を終えてからこの沖縄に戻ってきて、その今はその講師としてやってるんですよね。はい、そうです。これは大人のレッスンをやり始めは、まあ結構長いです。3年か4年かぐらいです。まだ、まだそんなに長くはなってない。そうですね、長くはないですね。大人を教えるようになってからは、でもこれからもっとレッスン生は増える見込みですか？そうですね、あのお問い合わせとかいただいてることも多いので、まあ、あの希望していただければぜひ教えていきたいなと思って。これはあれですか、まあ、例えばですよ、はい、オンラインだったら、まあ、自宅にいながらできると思うんですけど、自分みたいに直接会ってやりたいっていう人であっても、その相手レッスン生の人が、遠いところに住んでるとかだったら行かないですよね。例えば名護の人が対面でやりたいって言うんやったら、それは正直きついですよね。あれですね、今あの対面は宜野湾という形でさせてもらってます。なるほどね。これオンラインの場合はあれですか、時間は夜とか？夜でも大丈夫ですよ。何時までできるんですか？そうですね、8時からスタートのレッスンがあります。夜8時からだから、レッスン自体50分ぐらいなので、約1時間ぐらいっていう風にして、だから8時に始まって9時ぐらいまでのレッスンが、の方もいらっしゃいます。9時スタートはないですよね。9時スタートはさすがに今のところご希望はないですね。もし あるってなったらそれできるんですか？そうですね、ちょっと体力的にもしんどくないですか？体力的にちょっと夜9時はちょっとお眠になっちゃうかもしれない。ですよね、疲労が溜まってますよね。8時くらいからだったらOK するのは全然構わないです。実際オンラインと対面でやるのってどっちが理科さん的には楽なんですか？私はどっちも楽しいんですけれども、どっちもそれぞれいいところがあるので、オンラインだとただ直前まで洗い物してて、5時からとかって言ったらもう 2,3 分前にちょっと座ってっていうこともできるので。これはあれですか、ズーム？そうです、ズームでやってます。
ズームの方がいいんです。そうですね、この LINE の何ですか、通話とかビデオ通話でしたっけ、とかは使ったことないんですけれども、ズームだと割と安定してるので、さっきおっしゃったみたいに固まったりとかっていうようなことそんなにないので、うん、はい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 、私はズームを使ってます今のところ。そうなんやね、ズームか、まあ、オンラインもありっちゃありなのかな、まあ、確かにね、この相手が遠方の方だと、そりゃオンラインの方がありやなと思うけど、でもね、やっぱ自分は対面がいいかなとは思うんですけどね。これって月謝って階級によってまた違うとかあります？もう一律ですか？一律です。階級とか関係なし、関係なしで、例えば自分は今もう超初心者じゃないですか、でこれからなんか2年3年やり続けて、中級レベルとか上級とかになったとしても、レッスン料は全部ずっと一緒ですか？はい、はい、へえ、特にあのレベルによってっていうことはないです。なるほどね。でじゃあちなみになんですけど、はい、6月はレッスン生は受け付けてはいるんですか？はい、6月からスタートの方も受け付けてます。今まさに受け付けます。現時点でレッスン生パンパンちゃいます？ある程度はちょっとあの今月3名様ほど増えたので、わりかしちょっとあの忙しくさせてもらってるんですけれども。毎日レッスンですか？毎日入ってはいるかな、金曜日まで。お一人の日もあるんですけれども、毎日は入ってます。働き者ですね。本当は週休3日ぐらいしたいんですけれども。だったら6月募集できる。でもできる日もあります。楽しいんですよ、レッスン。いや楽しいのも分かるけど、だってそんなレッスン生ばっかり募集入ったら家のことできます？家のことはね、家族サービスとか。午前中ちょっとは生徒さんちょっとセーブして、午後から夜にかけてのお時間を受けてるので、お中のことは午前中やってっていう感じですね。じゃあ6月のレッスン生は何名募集してるんですか？今のところ3人ぐらいは入れるかなと。3人も入れます？なんとかいけるかと思ってます。ぶっ倒れますよ。あと3人も入れたら今の時点で多分キツキツやと思いますよ。10何名いるんですよね。10人くらいかな。10人くらいですか？10人くらいで大丈夫です。あ、もう残りねわずかなんですけど、はい、告知とかあるんであれば、はい、もし教えていただけないかなと思うんですけど、さっきのその3名様6月に入れるので、その前にぜひ体験レッスンをやってるので、かけていただけたらなと、どういう感じでやってるっていうのを実際体験していただかないとね、わからないかもしれないので、体験レッスンをぜひお受けいただきたいなと思ってます。これあれですか、なんか特典とかあります？もし今日のラジオ聞いたよとか言ってもらえれば、ね、今日ラジオ聞いたっていうふうにおっしゃっていただければ、体験レッスンのが無料でお受けしようかと。通常はねワンコイン500円でかかるのを無料で受けられると。お受けします。それが3名様、5名様5名様も受けられるんですか？ぜひこの 5月の間でしたら、でもあれですよね、ちゃんとラジオ聞いたって言わないとそれは得点できないってことですよね。そうですね、ぜひラジオ聞いたっておっしゃっていただきたいなと思います。これは今月いっぱい受け付けるんですか？今月いっぱい、もし5名以上問い合わせが来たらどうします？どうしましょう。もし万が一ですよ。万が一来たらどうしましょう。ちょっと増やそうかな。絶対倒れますよ。そんなに働いたら。まあそこはね。ちょっと考えます。
はい、まあ、ぜひねこのラジオを聞いて英会話を習いたいっていう人がいればですね、ぜひともめっちゃホリデーナイトを聞いたって言えば、宮城さんがですね無料レッスンをできるということですね。でも体験ですよ、体験版が無料でレッスン受けられるということですね。通常は500円、ワンコインかかるのが、そのラジオを聞いたといえば無料でレッスンを初回体験ができるということで、ぜひ皆さんね、興味がある方はぜひともお問い合わせください。これはフェイスブックで調べた方がいいんですか？フェイスブックでページがありますので、宮城理科で調べていただけもうすぐ出てくるってことですか？出てきます、はい。まあ、そういうことなんで、ぜひともですね、Facebook から宮城理香さんを、検索して問い合わせてみてください。理香さんも残りあと1分切るんですけども、そろそろ。どうでした？初めてなんですよね、ラジオ。初めてでした。すごい楽しかったです。すみませんね、いろいろ脱線しまくって。いつもこういう番組なんですよ、うちの番組ね。あ、今日、だいたい僕のせいです、はい。いやいやいや、ほら、キャンさんのこの知識を仕入れ切れたから自分は満足してますけど、 ありがとうございますもう大丈夫でした。もうこういう流れなんですよ、いつも私の番組の、はい、もうね、前半変なこと言ったんですけどすみません、もう本当は P の言葉を入れたかったんですけどねもう生放送やからそれが編集できないもんで、はい、すみません、はい、本当に、はい、うん、ちょっと変なこと言って仕方ないのかどうなのかわからないんですけど、もう残り20秒も切ったのところなんで、もう大丈夫ですか？はい、楽しかったって言ってもらえたらもうこちらもありがたいでございます。では皆さん、来週もめっちゃホリデーナイトよろしくお願いします。バイバイ。